はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴田亮司でございます。昨日予定通り浦安で政治活動を行いまして、いらしてくれた皆様ありがとうございました。お守り、縁切り、縁結び、お守りセットなんかもいただいちゃってですね、あとこういうちっこい茶封筒の可愛いやつでですね、ご支援、なんかもいただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日はですね、日本改革党代表付きというですね、スカウトできまして、たっくんっていう古い付き合いの方なんですけれども、参院選で車の運転とかね、お願いしようかな、日本改革党代表付きというですね、スカウト、昨日できました。実りが多かったです。でですね、最近そのたっくんが高い山に登って降りて、下山ですか、10時間歩っても下にたどり着かずに、雪は積もってるし死にかけたみたいな話を聞きましていや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 大変だななんて、笑って、おったんですけれども、昨日久しぶりに私も外で演説しまして、10分ぐらい演説したら胸が痛くなっちゃってですね、これ今抗がん剤の副作用で耳が遠いんで、余計ね、自分の声も聞こえないから余計大声出しちゃってですね、こうやって室内で動画撮るのに喋ってんのとは違いますね。なんか胸が痛くなっちゃって、途中でやめたりなんかしましたけれどもJNN 調査、核共有の議論すべき 78% 議論すべきでない 18%、議論もすべきでないっていうですね、圧倒的思考停止かつ非民主主義者、民主主義って何でもかんでも議論で万機公論に決すべしですからね、それこそが民主主義、そうじゃない人が2割近くいることに全く驚いちゃいました。私一体どこで調査したのかな、代々木とかで調査したのかな、信濃町とかで調査したのかな、おかしいな。岸田バカ総理、非核三原則に反するので核共有は認められない、ニュークリアシェアリングってやつですか、早い話が米軍の核兵器貸してもらおう、レンタルさせてもらおう、いうことなんで、国会で断言してしまいました。これ中国とかは喜んだでしょうね。日本をいつか攻め取りたいなって思ってる中国とかは大喜びしたんじゃないの、この総理が断言したことについて。ネットの反応です。原則守って国滅ぶ、もう総理やめろ、圧倒的思考停止、なんで勝手に縛り作ってんの、これ縛りプレイですか。例えばですけどバイオハザードでハンドガンしか使わないでクリアするみたいな難易度勝手に上げて、なんか何回も何回もやって慣れてくると、楽々クリアできるようになっちゃうんで飽きてきてハンドガンだけでとか、あるいはもっと上級者になるとナイフだけでクリアみたいな縛りプレイってありますけれども、攻められてからはでは遅いんだよ。岸田が守りたいのは日本の領土と国民ではなく憲法と非核三原則でした。本当にね、非核三原則のために日本人がいるんでねえわって話。非核三原則って法律にも憲法にもないんだが、なんでそんなに誇示すんの、なんでここまで意固地強心的なんだ。自分の選挙区が広島だからを強調してたけど、実は東京生まれの東京育ちだぞ、こいつはね、岸田はね、広島行ったら広島を愛していますぐらいのことを言うんでしょ、このバカは。
議論すべき 78% って言ってんのに世間と乖離してるよな。さすがね、あの御殿から出ずに側近を財務省で固めて、そいつらが持ってくる情報だけ食って生きてる現実乖離者は言うことが違うな。世間はすでにですね、岸田は脊髄反射で先送りするバカであるとまあ見破ってますよね。持ち込ませずっていくらあの絶叫したって米軍は勝手に持ち込んでんのにね、全くね、あの無意味な概念ですよ。言葉遊びですよ。昭和の理念ですよ。それに固執してこだわって現実を見ないようにしてんだなこいつはな。理由はめんどくさいからまあそうだと思いますけれども、こだわりっていうのはこだわりって書きますね。で、あの早い話が拘束ですから、自分で自分を縛るってことですから悪い意味なんですよね。こだわる、こだわってる、あいつはここんとこにこだわっちゃってみたいな悪い意味で使いますからね。あのよくこだわりの店なんつっていい意味でよく使われますけれども、違いますから。敗北主義者でロシアのスパイの橋本徹、なんかあの関係あんでしょうね。ちょっと外で工事やってますけど、なんか足場組んで、テレビ番組内でですね、高市早苗政調会長に質問しました。戦い続ければ犠牲者は増える、自衛隊の最高指揮官だとしたら、まあこれ総理になったらという意味ですか、ゴールはどこですか。高市さん、最後まで戦っていただくと断言。ネットの反応です。言い切るのはすごい。岸田なんかよりよっぽど肝が据わってる。勝手に戦闘をやめてしまう国防軍など世界中どこにもない。最初から無理そうだったら逃げていいぞなんていう指揮官はいない。最初から逃げ腰で勝てるわけがない。もちろん敵軍を撃退するまでだろう。まああの国内に侵略されたら撃退するまで戦いますよね。橋本徹は敗北主義者だしロシアのスパイだし、犠牲者増やさないために早めに降伏するって答え聞きたかったんでしょうけどね。国家あっての生命、国家あっての財産、国家あっての自由だってことはですね、国家をなくしたウイグルとかチベットの人らが今どんな目にあってっか、自由も財産も奪われて命まで取られて、それ見れば明白ですよね。降伏したら今後の生活、今まで通りに生活できるなんて保証どこにもないしね。侵略じゃなくて防衛戦で降伏を考えずに全力尽くすのは当然ですよ。一生懸命ですよ。一箇所に命をかける、これだよな。こんな質問はする方もする方ですね。スパイ丸出しですわ。なね、あの自分の領土最後まで守んの当たり前じゃないですか、ね、早めに降伏すれば犠牲者増える、降伏した方が犠牲者実は増えるんですよ。ウイグル見なよ、チベット見なよ、年間何万人殺されてるか分かりませんよね。トヨタ、ロシア駐在員に帰国命令出しました。AIG 損害保険、ウクライナ周辺を航行中の損害に保険金を払いませんと発表。つまりあのウクライナの近くの船の保険は扱いませんっていうことですか。再開時期は未定だそうです。東京会場、損保ジャパン、三井住友火災保険の大手3社が保険料一律をやめます。貨物や航路で保険料が変動する個別契約に切り替えますと発表いたしました。黒海やウクライナ行きの船からはまあバカ高い保険料を請求するでしょうね。とってもとっても払えないような保険料を請求すれば実質まあ扱わないってことになりますからね。アメックス、ダノン、ネトフリ、TikTok がロシアでの事業中止を発表しておりました。まあ送金できないから当然か。稚内市がサハリン事務所
同市のサハリン事務所、稚内市があのなんか、サハリンに事務所を持ってるのね、に送金できなくなり頭を抱えているそうです。制裁で人の往来も禁止されれば職員の帰国もできなくなる恐れもあると、樺太にあるですね日本人の墓参りをお世話するとこらしいんですけれども、まあ、事務所畳んで帰ってくればの意見が多数でありました。人の往来禁止はもうすぐなりそうであります。3月7日外務省発表、ロシアに行くな、帰国困難と判断しロシア全土に渡航中止勧告発令。昨日ねあのアエロフロートが国際便停止しますって発表になっておりましたけど、行けもしねえし帰ってこれもしねえっていうことで、外務省がようやっと遅い勧告出しました。行ってもですね、もし仮にロシアに仕事があるんでやむを得ず行ったとしても、送金出金できないしカード使えないし、まあ、アメックスもビザもマスターも JCB も使えないし、もうネットも遮断されるんで仕事にならんよこれ。ロシア政府3月11日にネットを完全遮断すると発表しておりました。これあの外部との接続は切るのかな、国内のページはホームページなんかは見れるようにするのかな、外の世界から真実が流れ組んでくると都合悪いようでね、それしか考えられないですね。ネットの反応です。ロシアの YouTuber どうすんの、これ本当どうすんだろう、若者発狂しそう、自分から遮断すんのかよ、 GPS も使えなくなるのか、報道機関は撤退しちゃったしロシアの情報入ってこなくなるな、情報戦に完全に負けてるし、プーチン憧れのですねソ連時代に逆戻りですね、制裁じゃなくて自分から遮断ってセルフ制裁、バカみたい本当に、プーと軍が何やってっかロシア国民に知られんのがまずいんでしょうねこれね。タス通信によればモスクワとサンクトペテルブルグで反戦デモ参加者3500人を逮捕したそうであります。ロシア全土ではもうすでに逮捕者1万人超えてるって、この真ん中の女性両腕掴まれて逮捕されちゃってますね。今のロシア政府が自由な言論や政治主張を許さないのは明白ですね。反戦デモなんか日本では左翼がよーくやってますけど、救助を守れなんていうデモと並んでね、早い話が独裁国家なんですよ。言論弾圧、情報封鎖、暗殺を政治と思ってるプーチンがですね、選挙でインチキやってないわけねえもん。全然。だってね、暗殺するのが平気なやつが、嘘つくのためらうわけないっしょ。ロシア擁護派に聞きたいんですけど、まあ、橋本徹みたいにね、後ろめたくない人らが、自分からネット遮断すんのが、何の必要があって遮断すんだ。後ろめたくないならさ、北朝鮮もツイッター禁止の中国もそうだけど、後ろめたい政府は情報封鎖と言論弾圧が大好きなんですよ。北朝鮮はね、外の世界がどんなありさまか人民に知られると、やばいから遮断してますし、秘密閉鎖は不可欠だしね、人民を取り締まる秘密警察、独裁国家には不可欠、ゲシュタポ、チェカ、カーゲーベ、まあいろいろありますね。どこの政府にも言えることだけど、公式発表、政府発表を世界が素直に信じてくれる時代はもう終わったみたいですね。何言ってんだろう、また中国政府おかしなことを言ってるわ、発表してるわ、なんつうことですね。世界中から独裁国家なくなる予感がするな、
つまり情報を完全遮断できないと独裁国家成り立たない。中国もそのうちね、あの人民がやっぱうちの国って変だよなって思う人数がある一定の比率を超えたらバタンと倒れるしかないですね。ロシアは慌ててネット遮断で手当てしてますけれども、これ世界中の人が普通にスマホ持って情報にアクセスできて独裁国家としてはやりづらい世の中になってますな。ロシア政府後ろめたいんだよ、自覚あんだよ、自分らが悪い、でなきゃネット完全遮断するわけねえもん。まあね、ロシアをかぶってかばってね、ウクライナが悪いからしょうがないんだみたいなこと言ってる人に聞きたいっすよ。どっちが悪いの？悪い方、悪いと思ってない方、正義の連中が自分からネット遮断すかって、まあ聞きたいところでありますね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。